歩ける限り楽にゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲでございます。今回の動画は視聴者さんをスイング診断アプローチ編で、アプローチのねお悩みを抱えている視聴者さんのにの診断を行ったんですけれども、その視聴者さんから動画アップした後にありがとうございましたということでご連絡いただいて、その中であのアドレスになったきっかけがこの動画なんですっていうことで、動画もですね一緒に送っていただきまして、まあ動画もというかその URL かで、その動画が片山慎吾プロがゴルゴ松本さんにレッスンを、アプローチのレッスンをしている動画だったんですね。まあ構えはこの足の幅の中にボールを置いて、で足の幅なんだけどこうここからこうこっちを向いて左を向いて、なのでこのまっすぐの状態だとボールをここなんだけど、これでこっち向くから右足の前になるみたいな話だったんですね。それと足で打つっていうね、足で打つ、それとこのアドレスした時の手と体の距離だったかな、まあこう変わらない、まあ当然手を使わないで体でこういけば変わらないよねっていう話だったんですね。この距離がこう変わるからダフったりトップしたりするんだよみたいな話だったんですけれども、まあそれも見てすごくわかるんです、わかるんですけれども、やはりプレイヤーとしては超一流で、その超一流のプレイヤーがやってることはもちろん一流なんですけれども、じゃあそれをゴルゴ松本さんがそれをやっているご本人に教わってできるかっていうと、あそれでいいんです、最高最高っていうね、いかにもできてますよっていうような場面シーンもあったんですけど、できてないんですよ。そのやってる片山慎吾プロが直に教えてもできてないんです。じゃあこれ何かというと、根っこのベースの部分が全然違うんですよ。片山慎吾プロのベースとなってるものは何かというと、これ結構有名な話なんで皆さんご存知かなと思うんですけれども、高校生の時にジャンボ尾崎プロに片手打ちをやれと、片手打ちをやれば上手くなる強くなると言われて、それから何年ですか、仮に片山慎吾プロが18歳の時に言われたとして、今片山プロ何歳だっけ、52、3歳、そんないかない、何歳だっけ、まあ52歳としたって18歳だから34年、合ってるね、30年以上それをやってるわけですよ、片手打ちを。で片山慎吾プロの片手打ちもその30年の中でめちゃくちゃこう磨かれた片手打ちなわけですよね。こう私なんかがたまにこうやってちょんちょんやってる片手打ち、とりあえず普通に打ててはいるけど、これとは全く深みが違うんですよ。もう 私のはこれも完全にインスタントコーヒーみたいなもんだから、もう片山慎吾プロのはもう何やろ、ほらこう豆から引いてやるような、それも豆は何でと機械は何でみたいな、もう深みがすごいやつなわけですよ。だ結局そのベースが違うから、片山慎吾ご本人、片山慎吾プロご本人から教わったとて、ゴルゴさんだって、あいいいい最高最高それですよとか言われてたって全然違うわけですよ。やっぱ右はやりやすいけど左はちょっとやりにくいんだよな。左はどうもこう肘が邪魔なんだよね、このフォローで肘張るのが嫌いなのよ。だそういうのがある。だそれを私もやり続ければいろいろ変わってくるし、いろんなものが見えてくるんだけど、もう私はあのそこまでの高みを目指してないというかね、私のテーマはいかに楽にだから、今こうやって片手でやってんのもまあまあしんどいのはしんどいんですよ。だこれをどれだけやるかなんですよ。片山慎吾プロがずっとやり続けてきたこの片手打ちのアプローチ練習、これをどれだけやるかなのよ。だからこんな風になくてもいいんですよ。キャリー1ヤード、
キャリー1ヤードだったら家でもできる、暇さえあればできる1ヤード、これでもいいんです。何が言いたいかというと、ツアープロ、まあ、もちろんこういう練習方法みたいなね、そういう練習方法的なアドバイスは参考になる部分多いのかなと思うんですけれども、技術的な部分は、しかもそのプロがやっている技術をこう私はこうやってますよみたいなのを、もちろん参考にするのはいいんですけれども、その根底にあるものがあるのでね、なかなかそこはちょっと気をつけた方がいいですよと、まあ、私も改めてね、今回視聴者さんから、アプローチで悩んでるんですっつって、で動画見せてもらって、いや構えがちょっとどうかなって、私から、私の考え方をねお伝えして、いや実はこの動画見てこうなったんですっていうのを、その流れの中でね、なるほどなと、やはりツアープロはプレイヤーとしては、プレイヤーとしては超一流ですよ、もちろん超一流だけど、じゃあ一般のアマチュアゴルファーの方をレッスンするとなるとね、その方向けではなくなるのでね、やっぱ自分がやっていることとか自分の知識をっていう話になってくるので、ちょっと違うかなと。あとはやはりあの片山慎吾プロみたいなアプローチをしたいんだよねっていう方は、まずこの片手打ちはやらなきゃダメですよね。あとはやはりそういう高みを目指している人たちは、これは本当に有効です。片手1ヤードでいいですよ、こうやって家の中で全然変わります。ということで、今回の動画はまとめるとなんだろうな、一流ツアープレイヤーだからとて、レッスンが一流とは限らないと。まあちょっとこれは言い方違うかな、また変なコメントが来そうな気もしますが、まあ、私が伝えたかったのはそのね、この部分の片手打ち、片山慎吾プロのもう根底にあるの片手打ちですと、ぜひあれをやってみてくださいという動画でございました。なんか違う気がするけどな。まあストレートにあんまりオブラートにくるまないで言うと、ツアープロは違うんだよと、体も技術もやってることが、だからあんまりというか簡単に真似しない方がいいですよっていうことですね。うん、気をつけてくださいと、また注意喚起でございます。はい、というわけで今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。ごきげんよう。ありがとうございました。